やっほー、あやでーす。はい、まず新年明けましておめでとうございます。そして動画を出すのが遅くなってしまって申し訳ございません。早く皆様にいろいろ伝えたかったんですけど、元旦に熱愛報道ニュースとかが出て、DM とかが来て、少しちょっと SNS から離れてました。まず、いろんな憶測がちょっと出てて、プライベートのことを探られたりとか、その匂わせとか、嘘つきっていう、なんかそれよりももっとひどい言葉とか、DM とかいただいてて、誹謗中傷のコメントが多くて、気持ちが追いつかなくて、動画を出すことができませんでした。動画撮るのとか、その自分の動画スタイル的にプライベートをこう全部、言うっていう動画だったので、その動画を撮るのが、なんか怖くなってしまって、動画を出すのが遅くなってしまいました。本当に、この期間は、SNS をなんか、やめたいなとか、YouTube なんかやめたいなとか、なんか自分の気持ちがどんどん、なんか暗い方に行っちゃって、SNS をあんま見ないようにしてたんですけど、やっぱりこう、自分の心に来てしまって、動画に対して前向きになれなくて、だけどその中でも、やっぱりファンの方とか、応援してくれる方が、応援メッセージとか、いつもと変わらない感じで、何気ない DM をくれたりとかで、すごい元気づけられました。ありがとうございます。私は、その動画で、彼氏のこととか、話して、なんかみんなに楽しい話題とか、一緒に動画楽しい気持ちで見てもらえたらなと思って、結構プライベートをさらけ出してきたつもりなんですけど、やっぱり自分の伝え方とかで、その視聴者の方が違った意味で捉えちゃったりとか、みんながみんな同じ考えじゃないから、その私が思ったことをこう発言しても違う感じで捉えちゃったりしまって、それでいろんななんか嘘つきとか言われてしまって、それは自分の伝え方が悪かったと思ってます。本当にすいません。で、この期間は自分って悪いことしたかなとか、みんなに楽しんでもらえるように動画撮ってたつもりだったんですけど、なんかもうプライベートのことあんま話さない方がいいのかなとか、いろいろ考えてしまったんですけど、でもそれでも本当にいつも通り、本当に DM とかファンの方がくれたおかげで動画を撮ろうって、また頑張ろうって思いました。本当にありがとうございます。年明けてから毎日しんどくて、どうしようかなっていろいろ悩んでたんですけど、それでも応援してくれてるファンの方が動画を待ってくれてて、そういう DM とかでも動画待ってますとか、気持ち落ち着いてから大丈夫ですとか、いろいろくれて、それで私もファンの方にまた頑張ろうって思えたので、本当に温かい DM たくさんくれてありがとうございました。報道の件は相手の方の事情とか迷惑にもなってしまうので、何も話すことができません。本当にすいません。それでも、これからも温かく見守っていてほしいです。ここまで本当に動画が出すの遅くなってしまって申し訳ございませんでした。そして、ファンの方に混乱とか勘違いとかをさせてしまって、本当にすいませんでした。これからはもういつも通り楽しく動画も撮っていくので、今後とも動画を見て楽しんでいただけたら嬉しいです。で、もともとお正月とかにあげようとしてた動画もあるし、その前のストックの動画もあるので、それも普通に今後出してって、もうこの件に関してはもうこれで終わりにするので、ひどい DM とかはやめてほしいです。今年入ってすぐ迷惑をかけてしまってすいません。これからまた楽しく動画を撮っていくので、今年もよろしくお願いいたします。
まあ、年末 SNS から離れてゆっくりさせてもらったんですけど、普段できないようなずっと映画を見るとか SNS を見ないように、そのテレビ番組見たりとか、実家に帰ってお父さんとお母さんに会ったりとか、地元の友達に会ってゆっくりしたりとか、なんか普段できないようなことをその年末年始ゆっくりできたので、すごい自分の気持ちもなんか楽になったし、その友達とか家族のおかげでまた頑張ろうと思えたし、そのファンの方の DM とかでも毎日励まされてたので、本当に今年もまた頑張ろうってそういう気持ちになりました。ありがとうございます。次回の動画からはまた週3投稿でいつも通り頑張っていくのでよろしくお願いします。ということで終わりまーす。バイバーイ。